エモヤンの人生ふらりつまみ食い。はい、皆さんどうも、今日の週刊エモトですけど、まあつい最近、ドラフトの話題が大変、あって、まあ日本シリーズのちょっと前ですけどね、今年もアマチュアのまあスーパースターたちが、プロ野球に続々入ってくると。で、まあ一応プロ野球っていうのはまあ1チーム70人枠という、まあ、枠があるんですが、まあ、確か70人だと思いますけど、ということはまあ入る人がいれば定員が一応あるわけですから、まあドラフトされて、試合が選手としての、まあ、登録をするのに、まあ定員ということであれば10人クビにしたら10人、入れられる、10人入れようと思ったら10人クビにしなきゃいけないというようなね、まあやはりプロ野球の入団ってなかなか大変なもの、ただ入れるというわけにいきませんしね、まあ最近は育成だとか、まあそういうことで、もうまあ育成ドラフトとかいうのもありますけどもまあ基本的には、スーパースターたちがですね、アマチュアで大活躍をしたい人たちがね、まあドラフトされて入ってくると。で、世間もまあシーズンオフの話題としても、まあドラフトというのは非常にまあ定着してね、皆さんも大変な関心がまあ終わりだと思います。まあそこで振り返ってみるとですね、実は私が高校3年生の時に、ドラフト制度っていうのが初めてできたんですね。で、まあドラフト制度もいろいろこう中身いろいろこうルールを変えたりなんかしながらもね、まあ今日に至ってるわけですけど、まあ私の時はまあとにかく単なるくじ引きでしたね。希望だとかなんとかもそんなことは関係なくですね、プロ野球側が、欲しい選手を勝手にリストアップ上げてですね、ドラフトしてしまうと。で、ドラフトをまあして、第1回のまあドラフト制度というのはまあできて、まあ今日までどれぐらい経ちましたかね。私は高3の時ですからまあ50年以上経ってるわけですね。で、もともとドラフトっていうのはどういうことでできたかというとですね、からそ元を言えばね、人気球団、お金持ちの球団に選手が一斉に自由に、そのお金を出して取るというようなことで、なかなか人気のない球団に選手が来なかったというところからですね、まあ、当時のオーナーたちがですね、まあ公平に抽選で、選手を取れるような制度にしてくれということで、まあ本来基本的にはそういうところからドラフトが始まったわけですけど、まあいずれにせよ、ちょっとドラフトに絡みの今日話をしたいと思いますが、私は実は第1回、そのドラフトが始まったその年に、西鉄ライオンズというね、今のまあソフトバンクホークスがまあありますけども、その前にまあ西鉄ライオンズというのがね九州にあって、それはまあ言う結構当時は巨人西鉄戦なんて言ってね、人気のあった球団でしたけど、まあ実はそこに、ドラフト4位で、私は指名されたんですね。で、まあその時に私の同期の3番バッターでね、まあ大変なスラッガーがいたんですけど、彼はその当時の西鉄のドラフト1位、浜村という人ですけどね、私はまあ4番でしたけど、ピッチャーで4番で当時ね、とりあえずまあ私とその浜村という人がね、西鉄のドラフト1位容疑で、まあされたわけですけど、まあ私は幸いじゃなくて、私はたまたま、どうしても法政に行きたいというかね、東京六大学に行きたいということで法政に行きましたけど、まあ一緒に行った浜村という人は、これはまあ西鉄のドラフト1位だったんでね、ドラフトをされたその名誉に、まあ応えようということで、西鉄に入っていきましたけど、まあそんなことで、まあその浜村ってまあ皆さん言っても多分、まあ、知ってる人は知ってるんですけど、まあ、なかなか野球ファン一般的にはね、当時のドラフト1位の選手は誰だなんていうねことを言ったって知る人はまあいないわけです。まあそこで実はサンスポのテーマをちょっと、ドラフトについていろいろ話をまあしたいんですけど、まあこの制度ができても長きにわたってですね、このドラフト毎年、このシーズンオフになると大にぎわいで、皆さんの関心も一気にこう高まってね、
プロ野球の監督や、そういった人たちが抽選会場でこうにぎわうシーンというのをね、皆さんがご覧になっていると思いますけどね。まあ、それで、そこで私が何をテーマにしたかというと、まあ、話は長くなりましたけど、申し訳ございませんが、何を言いたかったかというとですね、実はドラフトは入る時のお祭り騒ぎです。で、これはこれでいいと思うんですね。で、ところがですね、よくよく皆さん考えてください。ただ入る時だけ騒ぎはいいってもんじゃないでしょう。このドラフトされて、ドラフト1位というと、まあ、契約金も多くのお金、また上位だと何千万、このまだ実績のない選手たちにですね、大金を投じるということであればですね、まあ、それはそれで期待をされてプロ野球入るわけですけど、そこでプロ野球に期待されて入って、さて、1年経った、ドラフトで1位から何回までの選手たちがですね、100人近くプロ野球入った選手たちが、さて1年経った後に、皆さんの中にどの程度その選手たちが、1年間、まあ、頑張ったか、成長したか、もしくは、まだまだ、先を見据えた育成をやってるのか、まあ、いろんなこの1年間の動向っていうのがありますね。この今の現在どうなってるかって1年間経って。この1年経った選手たちがどうなってるかをまず一回皆さんにシーズンが終わったら私は見せるべきだと思うんですね。その上で、今年のドラフトはまたこういう新しい人が入りますよというようなことにつながっていくと思うんで、入れた時はいいんだけど、で、試合も出ない、もうしばらくしたら、どうしたのかなっていうね。それはまあコアなファンはその自分の、ファンだけはファンのような選手たちは見るかもしれませんけど、そのあれだけ12球団で大騒ぎした選手たちが入った後ね、結果的に1年経った後にあれあの時の選手はどうなってんだろうと、1軍で出た選手は分かりますね、それはもちろん。しかしまあ2軍にいるとか、まあ故障したかもしれない、まだまだこれから鍛えて、まあ、これから先を見据えたあの状態で試合にもまだ出してませんよとかね、まあ一定の情報、これはね、一旦私はドラフト前に昨年ドラフトした選手たちは現在この状態ですよというようなことをね、一遍そのマスコミも含めてね、みんなあの報告したらどうかというのが、まあちょっと一つはテーマになりました。まあそういうことによってね、まあ、あの選手たちも1年経ってね、頑張ってやろうとかね、いろんな励みにも私はなると思うしね、まあ、公表制度というかね、まあ、制度までいかなくても、せめてね、12球団ね、まあ、コミッショナーなり球団なりが、あの一応、そういったことをですね、まあ、メディアを通じてね、まあ、報告をすると、こういう状態になってますよと、また皆さん期待してくださいよみたいなことをですね、やるのも、やっぱり私は一つ大事じゃないかなということでね。そういうことを言いたいテーマで、サンケイスポーツに、今週はこれを書かせていただきました。ということでございます。